はい、続きです。アウトカメの、なんだっけ、外伝ですね。なんか知らんけど、そんな、めちゃくちゃ速いトラックに、わけわからん加速するトラックに、と走って負けたっちゅうところまで行きましたね。しかも、旧式のね、これが旧式の、しかも、ノーマルトラックに負けた、ノーマルじゃねえよ、あの感じのいじり方は。加速ひどかったよ、加速。シトコーバトル01の人体みたいなさ、なんかもう、よくわからん加速してましたよ。どういうことなんだ、トラックの性能で俺の方が圧倒的に上のはずなの。お前の走りには思いがない。まあないよね。性能のいいトラックに乗っても思いがなければいい走りはできはしないのだ。思い、何を言ってるんだ。トラックと思いなんてものに何の関係があるって言うんだ。それを考えるのはお前自身だ。難しい問題ですねこれね。私もわからないわこれ。あ、待て、まだ話は終わっちゃいない。俺は今まで勝つことだけを考えて努力を走らせてきた。負けないために誘導を磨き、負けないために最新トラックに乗り、負けないために身を運んできた。でもあいつの旧式トラックに簡単に負けちまった。しくしょう、今まで俺がやってきたことは何だったんだ。これが俺は何のために走ればいいんだ。それに先日はありがとうございました。いや、負けず嫌いなところ変わってないんですね。負けず嫌いか。この間勝負してるところを見てそう思いました。いつも喧嘩ばっかりして怒られてた姿を思い出します。昔からそうだったんですね。そんなことよく覚えてるな。でも私知ってるんですよ。ん？あなたが他人のためにしか喧嘩をしなかったってこと。そんなことないぜって言っちゃうね。こんな返しはちょっと思いつかないから。そんなことないぜ。俺気に入らない奴はすぐ殴ってたからな。まあ、まあ子供ってそんなもんだわね。テレアなんですね。テレア？なんだよそれ。昔から褒められるの苦手でしたよね。なんか調子狂っちまうな。幼い頃からの知り合いとかってね、こういうところついてくるからね。ああ、そうだったな。昔のこの自分の本質的なね、弱点とかを知ってるわけだよね。まあ、辛いっすよね、これもこれ。私、喧嘩っていけないことだと思います。でも、あなたが喧嘩してるときは、こっそり応援してました。あなたはいつだって、弱い者の味方だったから。へえ。誰かのために戦ってる姿、かっこよかったですよ。誰かのために。はい、誰かのために。最近はそんなことを考えたこともなかった。俺は何か大事なものを忘れかけてたのか。ありがとうございます。え、俺サイリのおかげで大事なことを終わらせてるかもしれない。どうしたんですか、急に改まってしまって。こうなったら勢いだ。言っちゃうのこれ。好きだ。サリのことが好きなんだ。俺を結婚してくれって。すごいな。急に行くな。このね、3点リードの数はやばいよ、これは。これはやばいよ。なんか言ってくれよ。ごめんなさい。わ。いや、ピリダメだよな。俺なんて。黙っててごめんなさい。私、今日の夜には日本を立つんです。おお。え、前から留学することが決まっていたんです。あ、女子大ってなんか留学のイメージありますよね。ごめんなさい、偏見ですか。すみません。さようなら。振られちゃった。やっぱきついね。時間だけが俺の心を癒してくれるのさ。夕日が目に染みるぜ。レーシングラグーン的な感じかな。なんだ？サイルの異病じゃないか。おばあちゃんの形見って言って大事にしたよな。届けてあげたいけど、もう間に合う時間じゃないし。困ってるんだろうな。誰かのためにか。
ださいね。これはいいね。いいね。いいぞいいぞいいぞ。邪魔んなよ、どけ。いいね。お願い、急いでるんだ。また今度にしよう。すっごい人気あるんだよ、この主人公は。だからお前に構ってるほど気持ちはないんだ。踊り行きながらでも難しかった。喧嘩したらもらっちゃうんだよ。指輪って届ける指輪だけ運ぶんだったらさ、向こうの相手さんにもちょっと無理ですよね。よし、まさまあ確かに来てなかったですね、走りはね。バレてるわ、完全に。じゃあ今日こんぐらいにして、また次ですね。一回終わり。